皆さんこんにちは。前回に引き続き、セノスポーツゼロからお届けしています。では前回のテーマ、上半身の使い方ということだったんですが、今回は下半身の使い方ということで、引き続き田中幸雄さんから教えていただきます。お願いします。はい、よろしくお願いします。テーマ1では、上半身の使い方、手の動かし方ということで、お伝えしましたけども、テーマ2に関しては、今度下半身ですね。下半身をどう使うのかっていうところをお話ししたいと思います。私も野球を始めた頃、その下半身の使い方、テーマ1でも話したと思いますけど、何も考えずただバットを振ってたっていう、そういった時期がやっぱり高校ぐらいまでありましたんで、プロに入ってから、下半身をどう使ってどうスイングを上げていくかっていうことで、上半身と一緒ですけども、下半身も構えだったり、軸足の、寄せだったり、踏み込む左足の使い方とかだったりですね、これいろんなことを考えて、どういうふうに体を使えば、強く速くスイングができるかということで、いろんな練習をしてきましたので、それも後ほどの実技で、披露していきたいと思いますので、よろしくお願いします。他に何かありますか？スポーツ全般、下半身がすごく大事、非常に大事だって言われるじゃないですか。バッティング、これ今日はバッティングですけども、投げる動作を考えてみてください。投げる動作もやっぱりいかに下半身をうまく強く使えるかで、やっぱり強く遠くに速くこう投げれるか、やはりこう最初1のテーマであった上半身だけで動かしていくと、やっぱり投げる動作を考えると、やっぱり投げれないです、強く遠くに投げれないですよね。やっぱ下半身の動きがあるからこそ、腰が速く回って腕が振れて、強く遠くに投げれると思うんですね。バッティングもそうで、やっぱり下半身の、ため踏み込む力、腰を回す力、右足の押す力、いろんな動きがある中で上半身に伝わって、それで腕が速く振れていくっていうところだと思うので、上半身 にこうつながるための下半身の使い方っていうのをこれからやっていきたいと思います。それでは実践に行ってみましょうか。よろしくお願いします。お願いします。まず投げる動作とこの打つ動作の下半身の動き方っていうことで、ちょっと投げる方でちょっと考えてもらいたいんですけども、やっぱりその、キャッチボールするときに、まずしっかり軸足に乗せますよね。軸足に乗せて、体重乗せて、股関節乗せて、投げる方向の相手に対して踏み込む足を、左足を、右利きだと左足を踏み込んで、右足を蹴って腰の回転をつけて腕を早く振りますよね。もう一回やりますね。足を上げて踏み込んで、右足を蹴っていくと腰が切れていくので、それが上に伝わって早く振れる。例えばこれが遠くに投げようと思えば、もっと大きく使って踏み込む力、蹴る力を強くしたら、もっと体切れるので、もっと遠くに投げれますけど、バッティングで言うと右足、軸足に溜めて足を上げて踏み込む力、押し出す力、これみんながみんな足を上げるわけではないので、ノーステップの人でも構えた時に、やっぱ実際タイミング取って一回軸足に乗りますよね。よく言われるのはこの股関節、しっかりと股関節に絞って乗せる、乗せてステップしない人でも多少はかかとが浮いて踏み込む準備をしますよね。で打つ時に左足を多少踏み込んで、右足を蹴って回していきます。これ投げる動きとバッティングと違うのは上半身ですね。投げる動きは踏み込んだ時に体が前にこう行ってしまう、こういう動きが投げる動き。バッティングは上半身は姿勢をしっかりまっすぐ軸を整えてステップして、この軸のまま回していく。これ投げる動作もほぼ一緒なんですね。多少投げるときは体前に行きますけど、バッティングも寄せて体重を乗せて踏み込んで体を回していく。その時に足の力を使う。まずしっかりと軸足に乗せます。踏み込みます。できれば一番いい方法としては、難しいですけども、内転筋の内側から回していく。膝だけこう回すんではなくて、内側の筋肉を使って絞っていって
この股関節から回してあげる。回す回転の力で強く踏み込みができる。そうなんですね。もちろんよ、あのこれ溜める力も非常に必要です。これが溜まらずにただこのまま行くと右足の力ってやっぱ抜けてるの で、 そうです、ね、こっちに押せないんですよ、回せないんですよ。溜めれば溜めるほど力伝わったパワーが溜まるので、溜めたパワーを右の股関節からピッチャー側に回していってあげる。内転筋ですよ。内転筋をうまく使って回していってあげる。やってる動作の時もこの内転筋というのはもう動いてるという意識を持つのがいいですか？意識はありますよ。だから下半身の練習する時は何も持たずに、まあ、僕も足上げてましたから足こうやって上げてたんで、ここに溜めといて踏み込んで、ここでその時体が前に行ったり、ね、前に行ったり姿勢が崩れないようにバランスよく最後しっかりここまで回るように腰を回し切る。回し切るというその回し切った動きの中で力が出せるので、そこの動きをマックスですね、マックス90度をしっかり90度以上回すぐらいでいいんで、下の力を使って回せるように動きを覚えてほしいってことです。その時に受け止める左足が膝が逃げたりしないこと。よくあのスピードを出すためによくツイストって言われてますけど、向こうに行く力とこれを受け止める力があると、こっちが速く走れば速く使えば使うほど上のこの指のスピード、このぐらいの速さだとこのぐらいですよね。こっち行くスピードが速かったらもっと走るじゃないですか。だからこの受け止める膝が逃げ一緒にこう逃げてしまうと速さが出ないですよね。一緒に動いてしまうと一緒にこう動いてしまうとダメですね。逃げてしまうということですね。そう、一緒に動いてしまうとダメ。踏み込んでここをしっかりと壁ができた状態で、まあ意識的には内転筋を内側の筋肉内転筋を絞ってあげる感じですね。こういう感じ。そうするとここに壁ができるので走りますよね。だから右はもう行かなきゃいけない、向こうに行かなきゃいけない。でも左足は受け止めておかなきゃいけない。それが下半身の動きになってくる。やっぱ小学生とか力がまだ下半身ないので、やっぱりバット持って振るとこういう風になる子が多いね。ベタ足になったり、それをバットも何も持たずにこの状態で、まあ、左向け左ぐらいから始めていいですよね。左向け左、そうとこういう形を最初は軽くね、ゆっくりでもいいし力入れなくてもいいんでやってもらって、それをだんだん少し体重を下げて一回軸足に乗せて踏み込んで、ちょっとこういう状態を作れるように、この繰り返しでいいと思うんですよね。ずっとこれを繰り返していると、まあずっと毎日でもやってると筋力もついてきて少しずつ筋肉がそういう動きを覚えてくれると思うので、下半身はそういう動かし方でしっかりとこう回すということですよね。慣れてきたらだんだん重心を落としていく。そうですね、まあ、落としすぎも良くないんですけど、まあ、ある程度しっかりと軸足に乗れるぐらい、もうただ単純にもう立ってパンっていくんじゃなくて、一回股関節に太ももの前ぐらいに体重が乗るぐらいで乗せて踏み込んで、右足を内側から押していく、押して回転していく。で、あの子供たちとか、まあ、僕らもそうですけど、見ててバッティングする軸ってあるんですよね。軸ですか？軸、分かりますか？軸、体幹みたいな。そう、あのバットを振るときに、なんだろう、右足の股関節ぐらいで回る人、右軸、今度逆に少しステップして前に出て真ん中で打つ人、名前出したらいいかな、ソフトバンクのマッチ松田君みたいに前で打つ人、人によって多分自分の振りやすい軸ってあるんですよね。多分それは自分の体の、なんだろうな、骨とか筋肉のつき方で微妙に変わってくると思うんですけど、ただ自分がどこが一番回りやすいのかっていうのもちょっと感じてほしいんですよ、下半身で。だから何も持たない状態で自分が踏み込んで振った時に、ここなのかここなのかここなのかっていう
どこが一番自分で力入れやすいかっていうのを感じるための練習でもありますよね。なるほど、はい、ですから最後に今やった下半身、最初にやった上半身と下半身をうまく連動させてどう振っていくかっていうところが大事になってくると思いますね、はい、上半身は軸をしっかり持って振らさずに、はい、下半身はしっかり重心を乗せてから回転させるということで、そうですね、打ち方っていろいろあるんで、試合になると絶対回転しっかりして打つこともないんですけど、まず作り上げてほしいのが自分のそのマックスの力で軸足乗せて踏み込んで回し切る、それが力強い 100% のスイングを覚えた上での、応用動作になってくるし、ゲームになるとやっぱ人それぞれ打ち方ってあると思うので、ね、マックスで全部打とうと思う人もいれば、逆に細かいスイングしてツイスト系のバッティングで打つ人もいるし、それは自分がゲームで結果を出すための方法であって、それは人それぞれやり方っていうのは自分がやっていく中で見つけていければいいと思いますよね。だから基本的にはしっかりとまず振り切るスイングを覚えること、そのために下半身が非常に大事になってくるっていうところだと思います。